一つ爆雷とは、第二次世界大戦中に大日本帝国陸軍が使用した対戦車戦闘用の爆弾である。制圧資材として開発された。棒の先端にこれを装着したものを持ち、敵戦車に肉薄して出つしたり投擲したりして爆発させる事実上の特攻兵器である。第一次インドシナ戦争におけるベトナム兵も同種の一突爆雷を使用して、 フランス軍車両を攻撃している。対戦末期の大日本帝国陸軍では、対戦車攻撃の手段として、不評の肉迫攻撃を非常に重視した。これは開戦後数年で急速に重効化を遂げた戦車に対し、有効内力を持つ対戦車砲の開発と配備が遅れたこと、自軍の装備する戦車の対戦車能力が不足していたこと、また、ノモンハン事件での 不評の対戦車肉迫攻撃によるある程度の効果といった戦訓から採用された国肉の戦法であった。さらに戦況から輸送艦と航空機の生産優先が決定され、1944年には戦車の生産配備の順位は第4位とされた。工場の疎開と鋼材の割り当ての制約からも戦闘車両の生産は遅延した。こうしたことから、 戦争末期の日本軍の前線には有効な対戦車兵器を生産配備できず、対戦車戦闘の手段は肉迫による爆薬攻撃しか残されていなかった。このような状況下で対戦車肉迫攻撃機材としてノイマン効果を使用した重量数キログラムの爆雷、対戦車手榴弾、あるいは爆発によって装甲を爆砕する地雷が隠し開発された。 一つ爆雷もその中の一種である。一つ爆雷は、投敵、または、突くことで、弾頭内部の新艦に打撃を加えて点火し、爆発させる。構造と攻撃方法。米軍のマニュアルから、一つ爆雷は、長さ1.5メートルの棒、または、竹の先端に、全幅20センチメートル、全長30センチメートルの円錐状の、 成形作薬弾頭をつけたものである。円錐形の弾頭内部には、ロート状の空間が設けられており、装甲に対してノイマン効果を発生する。弾頭の後部には、打撃発火式の新艦がつけられている。弾頭の前面には、一つ方向に向けて、等間隔に三本の釘が植えられていた。 これは人力で走行に突き刺すというためのものではなく、成型作薬のスタンドオフ距離を維持するための棒と考えるのが妥当である。一つ爆雷を保持するための棒は弾頭後部の接続灯に中ほどまで挿入されて結合されている。棒は接続灯と棒とを貫入して止めている。安全線及び止め線によって結合を保持している。 使用するときには安全線を抜いて、棒を保持して、戦車の装行板をついた。棒の先端には、激震が取り付けられており、打撃によって棒が、止め線を切り、弾頭内部の中空部分を完全に前進すると、新艦の展開薬を激震が叩き、即座に起爆される。成形作薬弾の爆発の威力は、すべてが、前方に収束するわけではなく、 残りは周囲へと爆風を及ぼす。互いに援護し合ったり不評を伴っているであろう敵戦車に数メートルの距離まで肉迫するということ。安全線を外すと移動中に誤って暴発させる危険性があること。対戦車攻撃に成功した場合、爆薬が使用者のわずか1、2メートル先で爆発することを考えれば、生涯を考慮に入れるような種類の兵器ではない。 一つ爆雷は前線への補給が間に合わず、様々な種類のものが現地の核部隊で製作された。フィリピン島、沖縄の実戦で投入された。国民義勇隊が竹やり訓練を行い、物資も極端に不足していた。大戦最末期の本土では、竹の先に爆雷を装着するのではなく竹自身の先端に爆薬と新幹を詰めて爆発させる。 爆薬なるものを本土決戦に備えて配備していたが、こちらは実戦に供される機会がないまま終戦を迎える。米軍情報機関は1945年3月のレポートで、一つ爆雷との初代面は1944年のフィリピンレーテ島においてであったこと、マニラでも遭遇したことを述べている。合わせて、その時点までに、 日本軍はこの兵器での攻撃にすべて失敗している。おそらく最も変な対戦車兵器である、と述べている。また、ベトナム軍でも1946年にある兵士が、一つ爆雷で、フランス軍戦車を攻撃しようと試みており、同国の軍事歴史博物館に攻撃姿勢の、兵士像が展示されているが、爆雷は爆発せず、この兵士は、 銃撃により戦死したと説明されている。第二次世界大戦初期の不評争点、砲兵争点における対戦車肉迫攻撃では以下のような戦術をとった。砲兵の戦車に対する肉迫攻撃は自衛戦闘のためのものとされた。敵戦車の性能、地形等に応じて投入する装備と人員を考慮し、攻撃班を組織する。攻撃は孤立した戦車や、 不評と戦車とが分離されている時を狙った。攻撃の時期は、白母、夜間、黎明、また攻撃の後期は、戦車が、豪障害物、斜面を通過して速度が落ちた時、故障を起こした時である。要則では、積極的に後期を作り出すには、円幕、地雷の併用も必要であると指摘している。 可視館の班長以下2名から3名の兵による組を作り、この組を若干数まとめて肉薄攻撃班とした。装備は発煙筒、爆薬、手榴弾である。兵は軽装で偽装を十分行うこととされた。目標は各組ごとに一両、または状況に応じ、一両に対して数組が攻撃を行う。攻撃班は地形を利用して潜伏し、 敵戦車を十分に引き付ける。接近したら、四角をついて肉薄し、戦車に爆薬を装着、離体に地雷を踏ませる。装着に成功した兵は、数メートル離れて伏せ、爆風の危害を避ける。優先すべき攻撃目標は、戦闘車両、または、指揮戦車とされた。戦火が不確実な場合、攻撃は、必要に反復することが要求された。 日本軍の対戦末期の対戦車戦闘は、戦車の弱点である方針、狙い思考、小準機、ハッチ、機関部などを点滴に貫通する戦法から、装甲を破壊する面的な攻撃へ変化した。昭和初期から、開戦時の不評争点では、戦車に対する爆薬の使用は、専門教育を受けた公平、または、 戦闘公平相当の作業隊が行うこととされていたが、対戦末期には一般不評も爆薬を使用して対戦車戦闘を行う要戦術が転換された。本土決戦に備えて以下のものが開発、配備された。後半破壊用資材制圧資材。ありがとうございます。